はい、皆さんこんにちは。てつっちゃおチャンネルへようこそ。スティーブ青島です。今日の動画はこちらを検証してみたいと思います。タムタムから発売されたトラムというオリジナルブランドのなんていうか、コントローラー、鉄道模型のコントローラーなんですけれども、こちらがどうもグリーンマックスのコアレスモーターと相性が悪いという書き込みを視聴者さんからいただきました。ですので本当に相性が悪いのかどうかちょっと今日は検証してみたいと思います。ではスタート。てつっちゃおが始まるよ。はい、青島です。 YouTube で鉄道模型に関する動画をアップロードしてます。このチャンネル見るのが初めてな方もしございましたら、下の赤いチャンネル登録ボタンからチャンネル登録していただけると非常に嬉しいです。はい、ということで最初にも紹介しました、タムタムオリジナルブランドトラムから発売されている、鉄道模型のコントローラーです。特徴的なのは、加藤トミックスどちらのシステムにも対応した、新しいタイプのコントローラーなので、非常に使い勝手がいいですよと以前ご紹介したことがあるんですが、その後の書き込みでね、何件か ありました。グリーンマックスのコアレスモーターだとうまく走らないと、いう書き込みをいただきました。で、実際にそういう検証をされている方ももう何人か見えるそうです。僕走らせた時あれ何の車両走らせたのかな、ひょっとしたらコアレスモーターじゃなかったのかもしれませんね。あまり気にならなかったので、ということで今日は、トミックスのコアレスモーターの車両、僕は名鉄が好きなんでね、コアレスモーターの車両たくさん持ってますので、そちらと本当に相性が悪いのかどうか実際に走らせて、検証してみたいと思います。はい、それではまず比較のために、まずトミックスのコントローラーから使っていきたいと思います。トミックスの N1001CL、 こちらのコントローラーを使ってグリーンマックスのコアレスモーター車を走らせてみたいと思います。ではスタート。はい、特に問題なくスムーズに走り出しました。コアレスモーター車の特徴であります、あのロケットスタートじゃないっていうのかな、ダイヤルをひねったら、スーッと走り出す、スーッと走り出す、あの特徴的なスタートをしました。それではこのまま一周走らせてスタート地点に戻って、止めるところまでやってみたいと思います。はい、列車が元の位置まで戻ってきました。さすがトミックス、特に問題なく走らせれたと思います。はい、では続きましてトラムの TC002、 こちらを今線路につなぎましたので、これでコアレスモーター車走らせてみたいと思います。スタート。感覚がちょっと違うかなって気がしました。これね、なんか従来の鉄道模型みたいな、いわゆるロケットスタートって言うんですけど、電圧がかかると急に動き出す、そんな感じが確かにしましたね。スタートの感触はね。ちょっと止めるのも一回やってみましょう。はそんなに気にならなかったかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。僕の個人的な、なんていうんですかね、指先の感覚の話になっちゃうんで一概にこれ何とも言えませんが、結論から言うと特に問題なかったなっていうような気がします。確かにあのスタートの時にこうダイヤルをひねると、トミックスのコントローラーを使った時はスーッて走り出したのが、トラムのコントローラーを使った時はクンビュンビュンって走り出しちゃったような感覚はあるんですけど、これレールの汚れとか車輪の汚れとか、それ以外にもいろんな要因があると思うんで一概に何とも言えないんですけれども、確かにスタートの時はちょっとなんかそういう感じがしたかなとは思いました。ただ止める時はどちらも同じでした。スーッと止まりました。これコアレスモーターの特徴なんですけど、そうでないモーターは
ビュンって走り出してピタッて止まるんですね。コアレスモーターは、ダイヤルをゼロに戻してもちょっと進む。これは何だろう、フライホイールのせいなのかな、ごめんなさい、難しいことはよくわかんないんだけど、まあ比較的スムーズに、走り出し止まり、発進停止がこうスムーズなんですけど、止まるときはそれほど気にならなかったかなと思います。まあちょっと気になったのはそのスタートだけなんですが、まあ、それはちょっとレールが汚れてるのかなっていう気もしますし、まあ、そこら辺は何とも言えないんですが、まあ、本当個人の感覚というか指先のこのこれ次第と言いますか、のような気がしましたので、僕は別にそれほど、まあ、神経質でもないので気にはならなかったんですけど、まあ、中にはね、ちょっと気になる方も見えるかもしれませんので、そういう方は少し購入を控えた方がいいかと思います。はい、いかがでしたでしょうか。ちょっとね、視聴者さんからの書き込みで、トラムの新しいパワーパックコントローラーがコアレスモーターと相性が悪いよとということをね教えていただきましたので、実際レイアウトを使って、実験実証してみました。いかがでしたでしょうか。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。それでは。